そして、5月27日にはミニアルバム、ナンバーオー、リング、ナンバー、アイが発売です。ミニアルバムのリリースがもたらす、新たなる可能性とは衝撃の予想がここに。ええ、みんな、驚くべきニュースが入ってきましたよ。ミニアルバムのリリース決定だって。そう、そうなんです。2024年5月27日、あのアーティストが新たな音楽を世界に届けます。そう。 そのアーティストとは、みんなが気になっているあのグループですよ。4月12日、BYC、ブロウイ・ア・タワーの MV がデジタル配信されるということですね。そして、その後の5月27日には、ついにミニアルバム、ナンバー・オー・リングが発売される予定です。そうです。この、ナンバー・オー・リング、ナンバリングです。今日から TOBEID に無料登録すれば、予約が可能です。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。 これについて考えると、私は興奮して止まりません。ミニアルバムの発表があまりにも突然で、何度もストーリーを確認してしまいました。そう、これほどまでに幸せな驚きは滅多にありませんよね。キシ君からの4つのメッセージも、本当に嬉しかったですね。彼もきっと興奮していることでしょう。こんなに素晴らしいアルバムを手に入れることができて、本当に幸せです。アルバムのタイトルも、とても洒落ていますね。ナンバーオー。 リングという名前は、どこか枯れ山水の庭園を連想させます。イメージはもしかして和風なのでしょうかそのために、縦書きのフォントが使われるのかもしれませんね。どのようなコンセプトで制作されたのか、楽しみで仕方ありません。また、アルバムに込められた思いも、FC 動画で教えていただきました。その情熱に溢れたメッセージが、ファンの心を打つこと間違いありません。さらに、 写真集張りのフォトブックが付属しているとのことで、ますます楽しみが膨らみますね。さて、ここで少し驚きの瞬間を振り返ってみましょう。私は、この情報を一気にお伝えしました。でも、そうした情報の洪水が私たちの心をどのように満たしているのでしょうか。楽しさや興奮はもちろんですが、この情報が私たちに与える深い意味について考えると、なおさら興味深く感じられます。 例えば、アーティストとファンの関係性について考えてみましょう。神宮寺くんは常にグループとファンを思いやる姿勢を示しています。ライブの煽りやファンの反応を見ている様子が彼のファンへの熱い思いを物語っています。このようなアーティストとの絆が私たちの心に深く刻まれる瞬間でもあります。皆さん、今回のミニアルバムの発表についてどのような思いを抱いていますか楽しみや期待。 そして興奮に満ちた感情があることでしょう。これからの日々が、さらなる驚きと感動で満たされることを願っています。楽しみに待ちましょう。そう、アルバムのリリースっていうのは、単なる音楽の提供だけじゃない。ファンとアーティストが共に成長していく、新たな旅の始まりなんだ。だからこそ、この、ナンバーオー、リング、がどんな旅路を提供してくれるのか、本当に楽しみなんだ。ところで、みんなは自分のお気に入りのアルバムがあるかな そのアルバムがどんな風に自分の人生に影響を与えたか考えたことはあるかなアルバムっていうのはただの音楽の詰め合わせじゃない。それはまるで一冊の本のようなもので人生のある場面で自分を支えてくれることもある。それでは今日も素晴らしい一日をお過ごしください。さて、このミニアルバムがリリースされるとみんなはどんな感想を持つんだろう彼らの音楽がどんな風に人々の心に響くのか楽しみにしているよ。 そして、もしかしたら、このアルバムが新たな何かを私たちに教えてくれるかもしれない。さて、これから彼らの新作がリリースされるにあたって、ファンのみんなはどんな思いを抱いてるんだろうやっぱりワクワクしてるのは間違いないけど、それだけじゃないかもしれない。新たな音楽やビジュアルとの出会い、彼らの成長を感じることができるかもしれないし、自分自身も新しい何かを見つけるきっかけになるかもしれない。最後に、 このミニアルバムのリリースが私たちにどのような影響を与えるのか考えてみましょう。新しい音楽が私たちの心を豊かにし、感動を与えてくれることでしょう。そして、この音楽が私たちに新たなエネルギーと希望をもたらしてくれることを願っています。